パン調理パン、焼きそばパン、焼きそばパンは、コッペパンの間に焼きそばを挟んだ調理パンである。日本独自のパンの加工品である。発祥は、諸説あるが、東京都荒川区南千住にあった、野沢屋が1950年代に、焼きそばとコッペパンを同時に販売していたところ、客に、面倒だから挟んでと言われて作り広まったとする説が、有力とされる。製法としては、 コッペパンの上面にパンの長軸方向と平行な切れ目を一本入れパンを V 型に開いてそこに焼きそばを挟むのが一般的である。その際食感を重視し焼きそばソースの水分がパンに染み込むことを避けるため切れ目の部分にあらかじめバターやマーガリンを塗っておく場合もある。またアクセントとして紅生姜やマヨネーズ。 青海苔、パセリなどを少量添えることもある。焼きそばの麺の太さは製造者、地域によって多少の差異が見られる。また、味付けとされる調味料の差、ソースの濃さ、また焼きそばの具材として定番であるキャベツの有無なども、また製造者によって異なってくる。パンが湿ってしまうまたは保存の問題から水分が比較的少ない焼きそばが使用されることが多く。 焼きそばがボロボロとパンからこぼれてしまいやすい。そのためラップ等でしっかりと巻かれて店頭に並べられることが多く、場合によっては二重の包装になっているものもある。高等学校などの校内に設置される売店で販売されているパン類の中でも定番商品の一つとなっている。その理由は高価な食材を使用していないために販売価格が比較的安価であること、 きちんと食卓に座り、食器を必要としないこと、濃い味付けなどが挙げられる。そのため、ドラマ、漫画、ゲームのようなフィクションの中でも、いわゆる、学園物における学生の食生活や、校内売店のアイコンとして、小道具としてよく登場し、ストーリーの一つとして、焼きそばパン争奪戦などが展開されることもある。それ以外の世代においても多く食べられており、 惣菜パン売り場で見かけることは一般的である。焼きそばの代わりにナポリタンスパゲッティやスパゲッティサラダなどのパスタ料理を挟んだものやソース焼きそばとともにコロッケハムカツポテトサラダコーン、ウインナーソーセージ、軽の唐揚げなどを組み合わせた製品も存在する。台湾のメイド喫茶、つくよみ女僕の焼きそばパン日本の人気軽食として海外のテレビや ネットメディアで紹介されることがある。要因の一つとして、日本の学園アニメの影響が挙げられる。2018年10月には、大韓民国のロッテマートで、電子レンジ用食品として販売が開始された。商品名は、100円台と比較的安価で購入できる日本と、同様、値段は2個入りで3900オン。ありがとうございます。